北朝鮮メディアは先月25日以降7回にわたり発射した弾道ミサイルなどについて戦術核運用部隊の発射訓練だったと報じました北朝鮮メディアによりますと先週4日に日本上空を越えて太平洋に落下したミサイルは新型地対地中長距離弾道ミサイルで訓練はアメリカの原子力空母 ロナルド・レーガンも投入して行われた米韓の合同軍事演習に対応したものだったとしています金正恩総書記は我々は敵と対話する内容もなくそうした必要も感じないと述べアメリカが求める対話を拒否しているということです